歌い切れるまで終われません。皆さん自信の方はどうでしょうか。いやあんまりないですね。寝袋でここはちょっとやってください。自分のタイミングだなと思ったら振り向いて歌ってください。はい、ミュージックスタート。マイナビティーンズチャンネル始まりました。マイナビティーンズチャンネルです。このチャンネルではマイナビティーンズ研究生が一流 JKJC になるためのあれこれをチャレンジしていきます。視聴者の皆さんもチャンネルに出演できちゃう参加型の YouTube チャンネルです。本日私たち研究生がチャレンジする企画は、かぶらずに歌い切れるまで終われません。楽しそう、楽しそう。ある曲をワンフレーズごと私たちが歌うんですけど、誰がどのパートを歌うか決めておりません。それぞれ好きなタイミングで歌いたいフレーズを歌って、かぶらずに歌い切れるまで終われないという企画です。皆さん自信の方はどうでしょうか。いやあんまりないですね。難しそうじゃない。普通にさすがに今日中には帰りません。今日中には帰りません。じゃあ絶対帰ろうね。ちょっとね、あの寝袋でここはちょっとやってください。え、でもなんか前テレビでやってたなんか企画で見たら全然なんかできてなくて、うん、やばい、全然できなかった、うん、めっちゃ難しそうやったから。目指せ一発マイナビティーンズチャンネル。はい、それではお題を発表します。お題はどんぐりコロコロ。どんぐりコロコロ、おなじみの、ね、みんな後ろ向いて自分のタイミングだなって思ったら振り向いて歌ってください。はい、はい、では後ろ向いてください。それでは行きます。ミュージックスタート。どんぐりころころどんぐりこ。はい、ミュージックスタート。どんぐりころころ、お池にはまってさ大変。出てこない。大丈夫。なんか4回で成功しちゃったら動画の尺が足りないみたいで、あの大人の方がすごいバタバタして、あのもう一曲やれとちょっと今言われてしまっているんですけど、なんかやりたい曲ありますか。みんながわかる、みんながわかる曲で、なんだろう、なんだろう。2020年流行った香水。ああ、みんなわかる、みんなわかる。エイトさんの香水をかぶらずに歌い切れるまで終わりません。やっていきたいと思います。イエーイ。アカペラなので最初のスタートを分かりやすくするために、最初はみんなで同じところを行って歌ってから始めたいと思います。はい、じゃあ後ろを向いてください。せーの。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君を求めてないけど横にいられると思い
かった。いやいやいや、ここは私が歌いたかった。せーの。君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。別に君を求めてないけど。好きになる暗い君は素敵な人だよ。でもまた同じことの繰り返しって僕が振られるんだ。君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。マイナビ研究生はい、私たちがかぶりきらずにかぶらずに歌いはい、私たちがかぶらずに歌い切るまで終われません。やってみたんですけど、2曲とも4回以内に終わることができました、うん、30分以内に帰ることができます。早いですね、すぐ帰れます。私たちマイナビティーンズ研究生は JK を極めるためいろいろなことを挑戦していきます。はい、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。おばあかは誰だ第1回抜き打ち学力テスト、こちら4名に国語のテストを受けていただきます。一番点数が低かった人にはおバカ王の称号がついてしまいますので頑張ってください